私は彼女と婚約し、結婚すると決めた。オフィリア嬢との婚約も、今日限りだ。そんな…悪役令嬢ルートがないなんて、誰が言ったの？乙女芸の悪役だけど救われてほしいし、プレイヤーが投稿できないのかな。あ、運営にお願いしたらいいじゃん。ぜひぜひ悪役令嬢ルートを作ってください。できました。オフィリア様、今日もとっても美しいです。カリンったら、また恥ずかしげもなくそんなことを。だって事実ですから。入学式もオフィリア様が一番目立つこと間違いなしですね。どや、大げさよ。いいえ、大げさではありません。入学式、この日から始まる運命を覚悟していたわ。9年前、皆に伝えたい吉報がある。オフィ、お前とフェリックス王太子殿下の婚約が決まった。フェリックス…どうしたオフィ、びっくりしすぎて声も出ないか。頭に何か…オフィリアはまだ7歳なんですよ。そんなこと言われても混乱してしまう。オフィリア…違う…私…未来は大きな。私は…オフィ…大丈夫か、オフィ。誰か、すぐに医者を呼んでちょうだい。オフィリア様。オフィリア。オフィリア。フェリックス、クリア。やったー。王道キャラだし、スチルいっぱい揃ったな。予約特典の円盤、いつ見ようかな。完全クリア後の方がいいかな。ああ、思い出した。前世の記憶。私は、このゲームが好きな日本人だった。乙女ゲーム、フリージア。私は、その登場キャラの一人。悪役令嬢、オフィリア・ルルーレイク。悪役に転生したけど、幸せになりたい。いや、なってみせる。前世を思い出し運命を悟った頃、小さい体では抱えきれない不安でいっぱいだった。そんな中で、婚約したばかりだというのに、毎日毎日赤色のフリージアを持って会いに来てくれて、優しく不安を溶かしてくれた。ゲームでも好きなキャラだったけど、今はそれと少し違う。心から、フェリクス様が好き。合言葉は、悪役令嬢でも幸せになる権利はある。ヒロインはどう動くのかしら。仲良くできたらいいな。そろそろ入学式の時間ね。はい。学園にはヒロインと私を含めたキャラが揃ってる。今日で命運が決まるようなもの。オフィリア様、後ろ姿もバッチリお綺麗です。ありがとう、カリン。行ってくるわ。気合い入れますか。いざ入学式へ。さすが貴族と優秀な平民が集う名門校ね。上品な方たちばかり。オフィリア、フェリクス様。隣においで、オフィリア。ありがとうございます。おー、おー。制服姿
た。パッケージで何度も見たあの姿だわ。画面越しより何倍もいい。ドキドキが聞こえませんように。本当は寮まで迎えに行こうかと思ったんだけど、敷地内は男子禁制だからね。門前で待つと目立ってしまうし。まあ学園の時までエスコートなんて大変でしょ。私は大丈夫ですから、お気になさらないでください。そう言われるとなんだか寂しいな。シュン。ああ、ワンコの耳が見える。私を大事にしてくれる素敵な婚約者様。優しくて凛として正義感が強くて、王族としての責任感も強い。もしヒロインに傾いても婚約破棄を選ぶのかしら。あ、でもそれはゲームのオフィリアがヒロインをいじめたからだわ。なんだか罪悪感。なるべくヒロインとは平和な関係でいよう。どうしたの？なんだか難しい顔をしているよ。むむって。しまった。あー、いえ、なんでもないです。じん、入学式だから緊張している？ゲーム通りだとこの優しい瞳もどんどん冷たくなっていくのよね。その時になって私は耐えられるかしら。ええ、そうかもしれません。考えただけで胸が痛い。新入生は全員来てますか？速やかに席に着くように。そろそろ始まるね。はい。お隣いいですか？ええ、もちろんよ。どうぞ。ヒロイン、ありがとうございます。席がどこも埋まってて困ってたんです。いいえ、まさかこんなに早く遭遇するなんて。いえ、でもここで友達になれるチャンスかもしれない。私はアリシアっていうの、よろしくね。私はオフィリア・ルルーレイクよ、よろしくね。パッケージで見たあの姿のまま、本物だわ。この乙女ゲームのヒロイン、アリシア。実は平民だけど、光属性を持つため、特待生として入学ができたヒロイン。笑顔からして光属性。ゲーム中盤から、フリージアの巫女の加護を受けて、聖属性魔法も使えるようになるのよね。楽しそうだね、オフィリア。私にも紹介して。フェリクス様。こちら、アリシア様です。よろしく。フェリクス様って…ああ、王太子という立場だが、学園では一生徒だ。気軽に接してくれ。飾らないところも好き。はい、よろしくお願いします。あ、オフィリア様のロングヘア、とっても素敵です。私は短いのですっごく憧れちゃいます。あれ、サラサラで綺麗。お手入れが行き届いてるんですね。悪役令嬢を褒めてる？もしやめちゃくちゃいい子。ありがとう。アリシア様も明るい髪色が可愛いわ。ありがとうございます。式を始める前に学園の設備について説明します。思ってたより平穏。心配しすぎだったかも。あ、すみません、オフィリア様の足元に転がったみたいで。え、これのこと？かわいい。女子力高いな。どうぞ。ありがとうございます。あ、ひどいです、オフィリア様。お気に入りなのに。ん？え、なんで？さっきは何ともなかったのに。私が壊した。いえ、でも、折れた部分に触っていない。こんなことするなんて。
というかこの場合、落ちた時に壊れたと思わない？喧嘩してもいいことないし、耐えなきゃ。落ちた弾みで折れてしまったのかもしれないわね。そうですね。アリシア様。大丈夫。ペンが壊れては不便だろう。私のものでよければ使ってくれ。ありがとうございます、フェリクス様。私一生大事にします。大げさだよ。ほら、もう入学式が始まる。ちょっと待って、そこは借りたではなくもらったの認識？さすがにずうずうしくない？新入生の皆さん、入学おめでとうございます。この先幸せに過ごしたいけど、もしかしたら大変な道かもしれない。こうして不安を抱えながら、私の学園生活がスタートした。 A クラスは、私たちの教室はここですね。ワクワク。学園生活初日、つまりゲーム開始初日。思ったよりも早くヒロインに会って驚いたけれど、平穏今のところは。だけど入りましょう、フェリクス様、オフィリア様。はあ、窓も机も素敵、レースのカーテンも綺麗。本当に入学できたんだ。あ、ごめんなさい、私ばかりはしゃいじゃって。家があまり裕福じゃないので、ここに入学するのは夢のまた夢だったんです。気にしないで、私も入学できて嬉しいもの。遊んでたゲームの舞台、頬が緩むのを我慢しなきゃ。入学できて嬉しいのもあるけれど、今ゲーム画面で見ていた場所にいる、触れている。ファンとしてはワクワクせずにはいられない。自由に席を決めていいみたいですね。では私は窓際にしようかしら。隣の席を選んでくださった、嬉しい。学園でもよろしくお願いいたします、フェリクス様。私こそ、オフィリアと一緒なら学園生活も楽しくなりそうだ。私はここにします。よろしくお願いします。ああ、よろしく。びっくりした。お隣、ヒロインはフェリクス様狙いなのかしら。教室に来るまでもフェリクス様にばかり話しかけていたし、私たちが並んでると割って入ってくる。いえ、でも他の攻略対象者に出会ってないから、今だけはフェリクス様一択になっているのかも。大丈夫大丈夫。ご挨拶に伺いました、フェリクス様。本日より3年間どうぞよろしくお願いいたします。ああ、よろしく頼む。ご無沙汰しています、オフィリア嬢。お久しぶりです、クラウス様。クラウス・デラクール、同学年のフリージア攻略対象者。お父様が最小の公爵家の霊息、クールでファンからの支持が厚い。おや、そちらは。私はアリシア、特待生として入学しました。よろしくお願いします、クラウス様。君が光魔法が使え、とても優秀だと聞いています。共にこの国を支えられることを楽しみにしています。はい。あら、もう特待生の情報はご存知だったのね。さすが最小の霊息。ゲームの舞台となる今年は特に優秀な人が揃っている。大変な学園生活になりそう。それでは私は席に戻ります。何かありましたらいつでも声をかけてください。ありがとう、クラウス。残る攻略対象者はあと2人。いつの間にかすれ違ってたりするのかしら。そうだ、フェリクス様、一緒にランチをしませんか？行動でいただいたペンのお礼がしたいですし。
早起きして気合を入れたお弁当を作ってきたんです。獲物を狙う目。フェリクス様の婚約者が私だと知っている上で、今目の前でランチに誘ってる。ゲームでは分からなかった。見えてないところでひっそりとこういったやりとりにオフィリアは傷ついていたのね。手作りなんてすごいね。でも残念、今日は先約があるんだ。そうでしたか。また次の機会にでも。ああ、ぜひ。あれ、てっきりお受けするのかと。確かゲームではオフィリアとお弁当を食べてたって私だわ。でもランチの約束をした覚えがない。うっかり忘れているだけ。お、皆さん席について、ホームルームを始めます。オフィリア、少しいい？はい。ちょうど昼時だしランチよね。ランチタイムイベント、詳しい部分を思い出して。私、うん、ここでいいかな。この中には、知ってる？ヒロインが悪役令嬢にいじめられる初日イベント。お弁当を食べる二人を見つけたヒロインが一緒に昼食をとるイベント。その時ヒロインのお弁当を見たオフィリアが、まずそうっていうのよね。間違ってもそんなこと言わないようにしなきゃ。平和に過ごしたい。でも待って、その役目をしなければならない自分は肝心のお弁当を持っていない。そもそもイベントは発生しないのでは？実は早く目が覚めてしまって、初めて作ってみたんだ、お弁当。恥ずかしいくらいに見栄えはしないけど、味は保証するよ。料理長も手伝ってくれたからね。見栄えなんてそんな、フェリクス様の手作りというだけでとっても嬉しいです。温かい。私を喜ばせるために得意じゃないことも頑張ってくれる。気持ちが嬉しい。私のハンカチで申し訳ないけど、さ、どうぞ。ありがとうございます、フェリクス様のお手製。しっかり噛みしめたい。いただきます。うん、召し上がれ。何？あら、お二人ともここでランチだったんですか？よかった、今から召し上がるところなんですね。え？ああ、アリシア城。お隣失礼します。え？急に来て座り込んだ。ちょっと強引じゃない？確かに前世の私も強引な選択をしていた。でもそれはゲームの選択肢だから。何より手にはお弁当。これからイベントが始まるの。まずそう。フェリクス様は王太子殿下なのよ。今日知り合ったばかりのあなたの手料理を口にするはずがないでしょ。毒でも入れられていたら大変。この場面ゲームで何度も見たわ。泣くのをこらえているヒロイン。大丈夫、泣かないで。それをフォローするフェリクス様。オフィリアが悪役令嬢だと決定づけるシーンだ。私、なんで今までこんな大事な場面が頭から抜けてたの？オフィリア様、
ゲームだとここでヒロインと対立の存在と示していたけど、冷たい態度を取らなければ平和な関係でいられる、平和ライフになれるチャンスじゃない。ごめんなさい、何でもないわ。そのためにも笑顔でいなきゃ。アリシア様も外でランチなんですね。今日みたいに天気のいい日は気持ちがいいもの。そうですね。オフィリア様のお弁当は、もしかしてお料理苦手なんですか？女の子なのに。え？今ヒロインから出た言葉って、パンやサラダは盛れば終わりですけど、卵焼きは普段から作らない人が作るとこうなりますよね。私も最初はこうだったな。私が作ったお弁当と思っての発言よね。それは私が我慢すればいいだけの話で済むわ。あ、やだ、私ったら悪気はないんです。でもフェリクス様に対しては。アリシア嬢は素直なんだね。あら、アリシア様はそのようなものをフェリクス様に食べさせるつもりでしたの？フェリクス様は王太子殿下なのよ。今日知り合ったばかりのあなたの手料理を口にするはずがないでしょう。毒でも入れられていたら大変。平和な日々を過ごしたかったけど、フェリクス様が傷つくのは黙って見過ごせない。震えてる。こんなに言われてヒロインは怒るか泣くか。笑った。ひどいです、オフィリア様。私そんなつもりはこれっぽっちもないのに。ヒロインのセリフ、これもゲームそのまま。ゲームでのオフィリアは一方的な冷たい態度だったけれど、私はフェリクス様に傷ついてほしくない。だから。そもそもフェリクス様の食事はね、栄養面のバランスを考えた食材選びからしているのよ。すべて品質のいいものを使っているの。アリシア様は庶民ですから、このお弁当の素晴らしさがわからないのね。おいしい。薬草で育てたコケッコウの卵に丁寧な味付け。料理通ではない私でもとてもいいお味だとわかるわ。オフィ、フェリクス様が私を思って作ってくださった料理、美味しくないわけがない。でもそれ以上に愛情がたっぷりですもの。ごめんなさい、言い方が悪かったですね。随分と素直なのね。だったら私に声をかけてこないでちょうだい。せっかくフェリクス様と一緒にいたいのに。こんな空気にするつもりじゃなかったのに、つい口が。我ながらなんて悪役令嬢らしいセリフ。記憶ではこの後ヒロインにフェリクス様がフォローする流れ。さすがにこの流れでは出てこないんじゃ。大丈夫、泣かないで。はい、私泣いていません。ごめんなさい、ありがとうございます。そうか、オフィリアも悪気があったわけではないんだ。もしかしてゲームのシナリオ通りに進んじゃうの？泣きそうなヒロインと悪役令嬢、どちらに声をかけるかなんて分かりきってることじゃない。どうあがいてもシナリオ通りなら、この後ってオフィリアに阻止されてフェリクス様にお弁当を食べてもらえなかったけれど、デザートのレモンゼリーが彼の好物で目に留まる。そうでした、デザートを用意していたんです。よかったらどうぞ。レモンゼリーはお好きですか？や
やっぱり。そして私を一切見てない。シナリオでは、まあ嫌いではないが、とセリフを言うはず。ああ、一番好きな食べ物だ。そうなんですね。ほっとしました。一瞬アリシア様も驚いてた。どうして、もしかしてヒロインも転生者？それだとしたら今までの流れは納得ができる。ここで転生者同士だと打ち明ければ協力が。もしもそれでフェリクス様狙いと宣言されたら。フェリクス様はそもそもゲームで好きなキャラクター。転生して実際に会った時は単純に嬉しくてファンの目線で見ていた。でもゲームでは見えなかった優しさに触れるたび、少しずつ恋心に変わった。もちろんゲームでヒロインを選んだ時の彼も覚えている。それはあまりにも悲しいから、ヒロインに攻略されてほしくない。事実確認がこんなに怖いなんて。慕っている人を取られる怖さ。実は私もオフィリアと食べようと思って。はい、料理長に作ってもらったんだ。スプーンもどうぞ。どうしたの？オフィリアも好きだろ？ええ、もちろん。よく一緒に食べましたもの。すでにゲームでフェリクス様の大好物と知っていたからです。好きなものなんで知ってるの？キュン。あれ、じゃあご自身で用意されてたなら、アリシア様のは。レモンゼリーは美味しいですからね。みんなで食べればもっと美味しいはずです。たくましすぎる。この学園生活どうなるの？悪役令嬢ルートがないなんて誰が言ったの？コミックス好評発売中。